兄弟4人で考えたサプライズを、ね、今日は仕掛けていきたいと思います。おはようございます。今日は私がとってもとってもとても楽しみにしていた日でございます。何をするかと言いますと、お父さんとお母さんにサプライズドッキリをかけていきたいと思います。ビビビビビビ、今年2020年、うちの父70歳古希のお祝い、そして母60歳還暦祝いということで、なんとねスペシャルな70歳60歳の誕生日記念なんですよ。せっかくだから家族みんなで、お祝いをしてあげたいなということで、結構大掛かりというか、まあ、結構時間をかけてコツコツと兄弟4人で考えたサプライズを、ね、今日は仕掛けていきたいと思います。しかもね、うちのお父さんとお母さん誕生日が結構近いんですよ。なので、まあ、一緒にねこのお祝いをしてあげて泣かせてやりてえなって思うわけでございますよ。じゃ今日の作戦を皆さんに説明していくね。毎年これぐらいの時期にうちの家族はお墓参りに行くんですけれども、でいつもだったら普通に日帰りなんだけれども、今回は、宿を取っております、旅館をね。でその旅館にはですね、うちの父母、いつも動画を手伝ってくれている弟のヒロム、あと妹家族ですね、それだけで行くと思いきや、お部屋に入ったらなんと私ともう一人の弟がいて、おめでとうってサプライズを仕掛けるという、合ってる、これでいいんじゃない？合ってる合ってる、これでいいよね。こういう作戦でございます。で私と弟は仕事があって来れないっていうことになっていて、だからなんでいるのってなるわけですよ。お誕生日仕様に模様替えするものも揃えてますので、まず私たちが先にチェックインして全ての用意をして、でお部屋に来る頃までにはこのねお誕生日仕様にセットしておかないといけないというね、大変なミッションがあるんですけれども、早速私たち行ったり来たりしてしまって、時間的にギリギリになってなってしまっているんですけれども、ヒロムの方にはヒロムの方で動画を撮ってもらっているので、まあ向こうの様子と合わせつつ家族みんなで、頑張っていきたいと思います。はい、現場の弟です。こちらはですね雨です。ですが私の心は晴れです。今ですね車で出発したところでございます。これから、目的の場所に向かってお昼を食べ、そして、2、3時ぐらいにねホテルへ行きます。現場からは以上です。ではここでですね、うちの母を一度このへこませて、喜ばせるっていう作戦をねちょっと一つやっていこうかなと思います。一応ね明日みんなでお墓参りをするっていうはずで、でそれには私も参加するっていうことになってるんですけれども、ちょっと仕事で急遽明日行けなくなっちゃったって今から電話しようと思います。家族みんな揃えるってすごいお母さん楽しみにしてると思うんだよ。でもちょっと一人欠けるっていう、少しちょいへこみをさせたいと思います。ご飯中だって今向こうは。どこで？どこだろうね。お腹すいたね。あ、もしもし。あのさ、なんかさ、雨がさ、めっちゃ今日ひどいじゃん。でなんか撮影がねうまくできなくて、ボツになったの？ん？いや、ボツっていうか一応撮ってるんだけど、なんか明日も撮らないといけなくなっちゃって、だから私ちょっと明日行けなくなってしまいました。あら、残念じゃん。
残念。まあ仕方ないですね。日にちずらすことできないんだ。うん、なんか早く取らないといけないやつだったから。そう。まあ仕方ないね。はい。はい。了解です。私の分も何分してください。はい、わかりました。はいはい。じゃあ、はい。はい。大してへこんでない私が来なくても別に大してへこんでなかったよね。しょうがないねとか言って結構ショックなんだけど、私の方がへこんだんだけど。現場の佐々木です。天気が雪に変わりました。はい、ということでね、今、お昼を食べ終わりまして、これからですね、猿軍団、なんか猿回しみたいなとこに行ってちょっと遊んでからホテルへ向かいます。今のところ作戦は順調ですが、雪なのでね、ちょっと道が心配ですがね、まあ、うまくいくことをお祈りします。現場からは以上です。じゃじゃーん、100均で購入したフラワーペーパー、これをね、助手席で待っている間に私は作っていきたいと思います。今見えて分かりますでしょうか、外はですね、雪です。なんとまあ雪。うちのお母さんはですね、雨女で有名なんですよ。だからなんかこう、お母さんが楽しみにしている時は必ずね、ちょっと天気が悪い時が多いんですけど、多分今日めちゃくちゃ楽しみにしてたと思う。雪降っちゃったもん。お部屋に一番最初にこうホテルの入らなそうじゃん、2人。そうだね、遠慮して。そう、絶対他の人たちに見せるためにするじゃん。だから最初に2人に入ってもらう方に作戦を練らないといけないわけ。一つ一つがね、ちょっとね、ちゃんとちょっとね、裏で打ち合わせしないといけない部分があるわけですよ。の田舎がね、北海道なんだけど、ボットンベンジョなの。今は変わってると思うけど、ね、まだちっちゃい時、ちっちゃい頃、私がトイレの補助してたらさ、怒ってやった。片足うんこまみれになってんの。お母さんって私がさ、なんか確か呼んだかなんかして、誰か助けた気がする。男の男性に助けられて、外で足を洗ったみたいな記憶がある。二人の思い出はそれくらいですかね。少なラスト1個でございます。たくさんたくさんお花を作ってまいりましたが、そろそろお別れの時間となってまいりました。皆様、くれぐれも足元にお気をつけて、またのお越しをお待ちしております。かわいいほうとう屋さん、年間のほうとう屋さんに来れました。ちょっと熱々の10分ぐらいで私たちは食べきらないといけないんですけど、こりゃ急いでる。うちらにとっては背中に進んだ。ロビーの人にも、じゃあ初めて来るような感じで対応してくださいってお願いできたから、すごい順調です。あ、いいじゃんいいじゃん、露天ですよ。お部屋にお風呂もついてるし。はい、ということでお部屋に着きました。じゃ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 ーん、すごくない？すごいでしょ。これ今回これ書いてきたんで、すごい。私2人で500持って待ち構えているっていう感じにしたくて、いい、ね、うん、でそれ以外にさっきのお花とあと風船を膨らましたいと思う。はい、今2時50分。
だから結構もうすぐもう10分ぐらいしかなくね。そうだね。やばいやばいやばい、見てくれ、うわエアーを買ったよ。これ間に合うかな。間に合うかな。本当なんだよね。間に合うからちょっと心配になってきたんだよ。よしよしよし、じゃじゃーん、間に合いました。お父さんお母さん、古希還暦おめでとう。そしてプレゼントと風船、入ってくる時にね、このお花の道ができているというね、最高じゃない？いいね。いいよね。なんとか時間内に、今何時？今18分、3時、そろそろ着くぐらいだと思う。で、3時チェックインだから、あれそう？来た？来たかも。嘘嘘。着いた。え、違くない？わかんない。すごいなんかおしとやかな座り方してる人隣に座ってたけど。あ、来た来た来た。はい。もしもし。うんうん。今から上に上がるんだけどさ。うん。ホテルにね、着いたみたいです。めっちゃいいじゃん。なんて言う？なんて言う？お父さん、お母さん、おめでとう。お父さん、お母さん、お母さん、お父さん、お父さん、お母さんじゃない。で、今回ね、2部屋、予約してまして、うちらの作戦としては向こうの部屋をまずルームツアーみたいな感じでみんなで見た後に、最後こっちの部屋一緒にまたルームツアーしようって言ってみんなで来る。で、お父さんとお母さんを先頭にうまく位置づけて先に入ってきてもらうっていう感じにしたいなと思ってるんですよね。ということでホテルに着きました。これからね、サプライズを仕掛けたいと思います。ドキドキ。お、すごい。あ、そっか。緊張する。緊張する。でも、すごい、ここまで私たちできたから。うん、大丈夫だ。どんなお部屋か。開けてたの？庭？開いた。閉まっちゃったよ。じゃあこれグッてやりながらだ。じゃあどうぞ。いいよ、入っていいよ。何これ、何これ、見て見て、下にある。あ、何あれ、なんかある、プレゼント、お花がある。なんか行ってみて、何わかる、ドキドキして。あ、なんかお風呂入ってんの？お風呂があるの？なんかジョー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 音がする。なわけないでしょ。え、あれじゃない、あれじゃない、なんか換気扇、お風呂入ってます、ね、こっちじゃない。何このお花、整えて。あ、お花ついてみない？あ、サービス。
イズでーす。よかったですね。おめでとうございます。すごい、どうしたの、声が。いやー、聞いてないよ、こんなの。じゃあ、嘘だったの。はい、来たー。2人で来たの、それで。はい、うちの車で来ました。えちょっと漏れんじゃん。嘘だよ。これ私書きました。開いた状態でやってさ、あのここ引っ越すね。それよりそ、ほら座れ座れ。写真撮って。写真撮って。今日の話もしたかった。はい、全部嘘です。ほんと美味しかったのに。大丈夫、ほんと食べたから。あ、そこに。いや、多分違うところで早く言ってた。口の中ベロンベロンになりながら10分で食べたから。ん、はい、なになに、わかんないけど。あ、なんだ、なんだ、なんだ、お、一緒。トントン、パッカーン。自分で見ちゃう。はい、お取り寄せみたいに必ず何かやって。あ、あ、それって、ふと同じ靴。かわいい。かわいい、ありがとう。還暦だから。還暦から。還暦から。赤は嫌だって言ったからピンクにしたの。いっせーのせ、じいじパーマ、おめでとう、乾杯。ありがとう、ありがとう。もう一つプレゼントが。え、なんでそれ。よいしょ。なんだろう。え、なにこの人。あら、手作りアルバムです。なにこれ。え、これ作ったの。素晴らしいね。いやだね。これ初めて見たこれ。こんな写真どこにあった。新婚旅行じゃないですか、これは。びっくり。ゆっくりになってます。え、あらま、あっちゃん、あっちゃん誕生しました。あっちゃん誕生しました。あっちゃんページになる。ほら、生まれた日だ。あっちゃん来ました。見て、これ見て、かわいい。素晴らしい。びっくりしちゃった。完璧です。涙が出てきそう。この子、この当時これヨーロッパに行った時、ラブラブじゃん。ラブラブ。結構ね、見てない写真、うん、もう忘れたり見て結構ね、多い。え、こんな写真あったのっていうぐらい。